どうもこんにちは。今回ですね、キャラのねユニットについての、まあ、ご紹介というかね、説明見ていきたいと思うんですね。で今回ですね、まあ、SSR のキャラを中心にというところでいきたいと思うんですけども、まあ、キャラといってもかなり多くてですね、まあ、その中でも、まあ、SSR というところで見ていきたいと思うんですね。でまずはリンですね。リンがですね、まあ、20にはなっているんですけれども、まあ、いろんなね、スキルを持っているというところになりますが、はい、まずですね、王の資質というところのものがありまして、最大 HP が 10% アップ、遠距離攻撃を受けた際にダメージが 20% ダウンする、現状分のダメージを戦闘後に相手に跳ね返すというのがありますね。で1ターンに1回のみ発動するかということですね。そして通常攻撃では物理ダメージということで敵1ターンに 100% のダメージを与えると。射程マスは1ですね。範囲は単体で。我流襲撃かな、これも物理ダメージで範囲内にいる敵を攻撃して 90% のダメージを与え、禁術を付与すると。一旦有効で、禁術の術式系のスキルと奥義が使用不可というところですね。潜在能力としては、疾風陣雷ダメージが 105% までアップする。混戦の達人的に孤立を付与、一旦有効と。で孤立はね、まあ、合意されないというところになりますね。射程マスは1、範囲はね直線1列で、まあ、いけるということですね。そして王の亡霊というところでパッシブですね。周囲1マス以内にいる味方ユニットを護衛し、その味方ユニットが攻撃を受けると代わりに戦闘に参加するということです。でアクティブとしては支援で援軍として技術属性の矢桶の無人を1人召喚して、同時に召喚できる援軍は最大で1体になった。まあ、矢桶のね、名標法として召喚する矢桶の無人の物理攻撃、物理防御、術式防御は 10% アップする。矢桶の精鋭兵ということで召喚兵士を体の属性矢桶の衛星に先行するというところになります。これ意外と作れるんですよね。そして王の器、これ奥義ですけども、これ物理ダメージですね。結構範囲が広くて味方ユニットを1体選択して発動する、範囲内にいる敵を攻撃し 110% のダメージを与えると。さらに選択した味方ユニットとリンクを構築して戦闘の非ダメージの 30% を分担する。2ターン有効で、まあ、射程がね3マス、そして範囲が2マスというところになっております。こんな感じデザインですね。Kのね属性ということでまあ、今回ねこのリンをねちょっと紹介してみました。まあ、初めから取れたらもちろんいいですけどね、かなり使えるパッシブがね結構使えるキャラになりますので、ね、重宝するんじゃないかなと思います。それでは以上となります。どうもありがとうございました。